はい、というわけで今回は、群馬県前橋市にあるタワースポット AQ1 さんにお邪魔してます。最近っていうか今日初めて知った AQ1 さんの名前が本当はパワースポット AQ1 ということに。確かにパワースポットだよね。で今回は総重量 8.5kg の唐揚げ炙りチーズカレーうどんです。ちなみにこのコーラとお茶を飲み切ると10.5kg あります。とりあえずね、もう完食は頑張ってしよう、目指そう、頑張ろう。すごく死闘にはなると思うんやけど頑張ります。あーめっちゃ嬉しい、ありがとうございます。これもうこれだけで使います。うわめっちゃいいです、ありがとうございます。スターティーお願いしてもいいですか。今日もこれを聞くために来てるようなので、はい、エビマヨちゃん、うん、1年2ヶ月ぶりにペロリンチョにしてね。はい、いくぞ、3、2、1スターティー。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、すっごい量あるぞ。山菜が、山菜ですね、山菜大好きです。うわこれは熱いぞ。うわあ、これは熱いやつや。熱いですね。熱いやつですね。え？うん。お。めちゃくちゃ美味しいよね。嬉しい。めっちゃ美味しい。本当にお蕎麦屋さんのカレーうどん。うん、ただ厚さもすっごいよこれ。ぐらいって言うとちょっと、え、待って、ぐらいって、人参、お花、いやー、かわいい。山菜がすっごいいい出汁出してる、出汁いい味出してる。美味しいわ。だしの効いたカレーで、このとろみがある感じ。わかんない。めっちゃ山菜も美味しいし、玉ねぎとろっとろやし。お肉もいっぱい入ってるし、玉ねぎがとろとろなのがめっちゃいい。これやばいでしょ。本当にね、AQ1さん今日で3回目やけど、量だけじゃないよ。まずめちゃくちゃ美味しい。私この唐揚げが本当に好きなんよ。これ何ちゅう唐揚げの種類なんやろうね。本当にめっちゃ大きいんやけどさ。これが本当にまた食べたかった。私はよく飲めるなんちゃらっていう表現をしてしまうんやけど、そういう表現をしたことがない人でも多分飲める唐揚げっていうであろう唐揚げ。衣がめっちゃ軽いんだよね。目に飛んでくよるん。この時顔面のスペースがある。チーズが伸びるとかじゃないもん、もう溶けてるもん、熱で一緒に。めちゃくちゃ美味しい。この炙
リーチーズプラス200円でね、乗せてもらえるんで、カレーとかそういうメニューに。やばい、喉は熱っ。これちょっと、これはチーズ入れてるし、めっちゃクリーミーになる。本当に私すごく命綱だから。美味しい&ちょっと熱が冷めるっていうね。本当にやばい、必須。秘密兵器いただいてるから、ちょっと借りよう。セプギ、やばい。てかさ、こうしてさ冷やせるじゃん。冷やせんじゃん。扇風機効果か分からんけど、めっちゃあるぞこれ。いやでも減ってはいる感覚にはなっている。うん。それだけどういうこと？体の進化が見えるんですね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。このね、プチアチーズをね、この温玉さんでね。ほら、いい感じだわ。このカレーは冷えてるから、冷えてる、冷めてきてるから。そうだね、絡めてね。こんなバレになる。あー、いいね。集中してこ、何してるかっていうとね、靴を脱いでるね。足からの熱をやっぱ逃がさないと。よいしょ。これはね、チートかもしらんけどね、目の前にあるアイテムを全て使うっていうのはね、大事なことだから。こいつのおかげでめっちゃ冷める。これすごいわ。うん、うん、うん、いい感じだぞ。鏡
が集まったかな、ドアの鏡みたいな、あそこに出てきたら傾いてこう映してたら、ここがやばいんだろう。ある程度、山菜食べてからご飯入れよう。取ってくるカゴのやつ、でもそれ一カゴ分ぐらい入っとるこれ。どっかの山の一角みたいな。ほら。こんな空気みたいな重さやのに。今日日本で一番山菜食べてる私多分。ちょっとした日本料理屋さんに頼む山菜盛りがある。もしないと思うけどさ、この動画をこのタイミングから見始めた人はさ、どう思うんやろね。この人は何の動画してるんやろみたいな。山菜の、でもなんか知らんけど、カレーに浸ってるみたいな。カレー浸り山菜大食いみたいな。そうなるんですね、つって。そうなんですね。苦戦者もこれが山菜だったらやばかったけど、お米やん。もうだって食べるだけじゃん、別に噛む必要もない。これに何を苦戦するのかわからんですよ。もう一枚ちっちゃいレンゲってあったりします。ある。入るんだよ口には。入るけど抜けない。なんでかっていうと、大きいとその分空気も一緒に食べちゃうから、お腹苦しくなっちゃうんだよね。あ、全然いいです。ちっちゃいレンゲ何や。あ、もう全然。おかしい店やな。ありがとうございます。スプーンも大きいもんな、これ多分。もろいよな、本当に。
唐揚げの力で潰されてるもん。イエーイ。